皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしですか？今週は土曜日4頭、日曜日は8頭の出走です。いつもご視聴いただきありがとうございます。初めましての方はぜひいいねにチャンネル登録よろしくお願いします。それでは出走情報スタート。今週土曜日は4頭出走です。まずは東京4レース3歳未勝利に15番白の組曲、東京9レース秩父特別に2番青いゴールド、競馬場変わりまして京都11レース京都新聞杯に2番マイネルラウレア、競馬場変わりまして新潟9レースわらび賞に4番タカサンフェイスが出走します。今週日曜日は8頭出走です。まずは東京3レース3歳未勝利にきらめく星とペネトレイトゴー、東京4レース3歳未勝利にエンライトメント、東京10レースメトロポリタンステークスにマカオンドールが出走します。競馬場変わりまして京都4レース3歳未勝利にウィンジュルネ、京都9レースカラスマステークスに名勝ブレゲ、競馬場変わりまして新潟2レース3歳未勝利にウィンルピナス、新潟4レース4歳以上障害未勝利にアースブレイブが出走します。それでは出走馬の情報を1頭ずつ確認していきましょう。5月6日土曜日です。東京4レース3歳未勝利に出走するのは15番白の組曲です。牝馬3歳の足毛ちゃんになります。戦績は6戦0勝、1着が0回、2着が1回、3着が0回、それ以外が5回です。前走4月16日の現在1番人気になっています。白の組曲ちゃんの名前の意味はバレエの演目名で、そのまま白の組曲です。東京9レース秩父特別に出走するのは2番青いゴールドです。牝馬5歳の黒影ちゃんになります。戦績は16戦2勝、1着から3着までがそれぞれ2回ずつ、それ以外が10回です。前走6月11日の現在4番人気になっています。今年初のレースとなる青いゴールドちゃん、無事に頑張ってほしいですね。名前の意味は冠名の青いに黄金を意味するゴールドを合わせたものです。京都11レース京都新聞杯に出走するのは2番マイネルラウレアです。5馬3歳の足毛くんになります。戦績は3戦2勝、1着が2回、2着と3着が0回、それ以外が1回です。前走4月16日の現在4番人気になっています。マイネルラウレアくんの名前の意味は冠名のマイネルにハワイ語で幸福を意味するラウレアを合わせたものです。新潟9レースわらび賞に出走するのは4番タカサンフェイスです。5馬3歳のクリゲくんになります。戦績は6戦1勝、1着から3着までがそれぞれ1回、それ以外が3回です。前走4月15日の現在8番人気になっています。タカさんフェイスくんの名前の意味は人と名前の愛称であるタカさんに冠名のフェイスを合わせたものです。5月7日日曜日です。東京3レース3歳未勝利に出走するのはきらめく星です。5馬3歳の足毛くんになります。戦績は6戦0勝、1着が0回、2着が1回、3着が0回、それ以外が5回です。前走4月2日の現在3番人気になっています。きらめく星くんの名前の意味はそのままきらめく星です。同じく東京3レース3歳未勝利に出走する2頭目はペネトレイトゴーです。5馬3歳の足毛くんになります。戦績は6戦0勝、1着が0回、2着が1回、3着が0回、それ以外が5回です。前走4月22日の現在5番人気になっています。ペネトレイトゴーくんの名前の意味は突き抜けてゆくです。
東京4レース3歳未勝利に出走するのはエンライトメントです。ボバ3歳の影くんになります。戦績は10戦0勝、1着が0回、2着が1回、3着が3回、それ以外が6回です。前走4月22日の現在3番人気になっています。エンライトメントくんはみんな大好き、火曜年華ちゃんの弟くんですね。名前の意味は導きです。東京10レースメトロポリタンステークスに出走するのはマカオンドールです。ボバ5歳の足毛くんになります。戦績は19戦4勝、1着が4回、2着が3回、3着が4回、それ以外が8回です。前走3月25日の現在4番人気になっています。マカオンドールくんの名前の意味はフランス語で金のアゲハチョウです。京都4レース3歳未勝利に出走するのはウィンジュルネです。ボバ3歳のクリケくんになります。戦績は5戦0勝、1着から3着が0回、それ以外が5回です。前走3月25日の現在8番人気になっています。ウィンジュルネくんの名前の意味は演劇用語で昼公演です。ちなみにウィンジュルネくんのお母さんはウィンソワレさんで、ウィンソワレさんは夜公演になるそうです。京都9レースカラスマステークスに出走するのは名将ブレゲです。ボバ4歳のクリケくんになります。戦績は18戦3勝、1着と2着がそれぞれ3回、3着が1回、それ以外が11回です。前走4月9日の現在4番人気になっています。名称ブレゲくんの名前の意味は冠名の名称に人の名前のブレゲを合わせたものです。新潟2レース3歳未勝利に出走するのはウィンルピナスです。牝馬3歳のクリケちゃんになります。戦績は3戦0勝、1着と2着がそれぞれ0回、3着が1回、それ以外が2回です。前走4月9日の現在2番人気になっています。ウィンルピナスちゃんは可愛いウィンキートスちゃんの妹ちゃんなんですよね。名前の意味は植物の名前で、花言葉は感謝という意味があるそうです。新潟4レース4歳以上障害未勝利に出走するのはアースブレイブです。千葉6歳の青影くんになります。戦績は26戦1勝、1着が1回、2着が0回、3着が3回、それ以外が22回です。前走3月26日の現在4番人気になっています。アースブレイブくんの名前の意味は冠名のアースに勇者を意味するブレイブを合わせたものです。無事に障害戦頑張ってほしいですね。最後にお知らせがあります。ゴールドシップ産駒の出走情報、地方競馬バージョンについては毎朝ツイッターで投稿しています。ぜひフォローしてください。馬番が確定していないのは確定し次第コメント欄に投稿します。結果は日曜日にまとめて投稿するのでぜひご確認ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。